Thank you for watching my channel, ルコです。今日は皆さんへお話を分かりやすくお伝えするというお話をお伝えさせていただきたいと思います。会話をするときに意識していること、それはお話を分かりやすくお伝えするということです。英会話スクールの先生にいつも言われること、とっても難しく伝えようとしているので、もっと簡単に、あなたが主語としてその後に続く言葉をシンプルに伝えてください。こんな風に毎回のレッスンで言われます。ですので、私は英会話の際には最もシンプルに伝わる会話を意識しています。あなたもぜひあなたの知っている単語、そしてそれにつながる文章、グッとあなたの頭で考えているよりもグッと簡単に短くして伝えてみてください。分かりやすく受け取っていただけるには、まずは短い会話で伝えやすく、そのキャッチボールを増やしていく、こんなイメージで英会話をブラッシュアップされてみてください。またお話ししましょう。Thank you for watching my channel. See you then. Bye.